いやー、どこ行っても注目されるやろ。まあそうですね。だって僕らみたいにリアルで乗っとった人間なら余計。だからソレックスも3つぐらい持っとってね。今あんのサリーのソレックスだけやわ、持ってんの。いや、レイちゃん、どうぞどうぞ。ロードウェイも行ってんの？ロードウェイの方も行ってんの？ロードウェイはね、あんまし行けてないんですけども、ただ行きつけの喫茶店に社長ようけはるから、あそこやね。パドックみたいな。パドックやね。はい。パドックでもおたっけ？いや、パドパックドッでクでは、もおたんやはい。ね。パドックの方も2回撮影したもん。言うてはりました。なんか急に撮影しますって言われたから、びっくりした。言うてはりました。マスターの撮影好きはね。そう、どこ行っても関西のライダーズカフェはほぼ全部回った。ああ、そうですか。だって紹介してね、みんな盛り上がったらええなと思ってるから。どうぞどうぞ。帰ります。気ぃつけてね。ありがとうございました。またどこかで。はい、またどこかで。ちょっとメーターパレ、インパレ見せてね。見えるかな？インパレ。ああ、懐かしい匂いするわ。これはええわ。気付けて。はい。このボンネット。これボンネットなんですか？家の。そうです。こうできたん？ FRP。あぶねー！今 FRP が作ってるんや。作ってるいうか、ラバーソールって、はい、博物館の専門のところで、なんか倉庫掃除してた、出てきた。僕らの時はそんなええのなかったし、オーバーフェンダーぐらいちゃう、 FRP って。あれもプラスチックやったしな、僕らの時は。ちょっとエンジンかけて。